月や火星とか惑星を探査するロボットの研究をしているんですけど、まあ、重要なのは柔らかい砂、軟弱地盤を移動する走行性の高いロボットの開発が必要でありまして、 NASA JPL というところが作った火星探査ロボットがあるんですけど、火星探査中に車輪が砂の中に埋まってしまい、それで何ヶ月も動かなかったという現象があります。移動しながら探査したいというのが主であるので、そういったスタックして動けなくなる現象というのは大きな問題になってしまいます。月の砂をお見せしたいと思います。これ月の砂なんですけど、まあ、実はあの本当に月から持って帰ってきた砂ではなくて、NASA のアポロ計画で持って帰ってきた月の砂の情報を模擬してあの地球上で作られた月面模擬砂、通常レゴシュナントというものになっています。であの見てもらうと分かりますように大変サラサラしていて細かい砂になっているので、こういうところはロボットが走ると、まあ、沈下しやすく滑りやすくで、走行するときにスタックしやすいという大変難しい路面というのが想像できます。シャドウを徐々に上げていく実験を、まあ、実際にやっていくところ、最初はあのロボットにかかる重力の影響、重力の負荷っていうのが小さいので、先端による支持力っていうのは高いので移動することができるんですけど、だん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 シャドウが上がっていくとロボットに対する重力の影響を受けてくるので、それを勝るような支持力を得なきゃいけないんですけど、砂から得られる支持力っていうのは弱くなってしまいますので、滑ってしまって15度付近ではほとんど登れなくなってしまいます。私たちのロボットは6本の足を持っているロボットで、順番に砂の中に入っていくわけなんですけど、砂の足の先端に振動子がついていて、浮かして地面に設置する前に振動が起きて、で振動をさせながら地面に設置して、その状態だと砂が柔らかくなるので砂が足が入りやすくなる、埋没させやすくなって、で振動を止めるとスッと密度が上がってきて硬くなるといったものになっています。時間的なものはかかってしまうんですけど、固めて移動することで全く移動できなかったものが移動することができるということで大きなメリットがあります。これはまああくまでも仮説であって、本当にそういう現象が起きているかどうかっていうのはなかなか解明されていないんですが、測定からすると、先端強度がグッと上がっているっていうのはあの確認しています。今後の、未来20年後30年後考える上では、例えば月面ですと人類が行くので、人類との協調できるようなロボット、あるいは時々離れて自立で動くロボットっていう両方ができるようなロボットが今後必要になってくると思いますので、人追従するようなロボットだりとか、自分で考えるロボット、あるいはしっかりモビリティを持っていてどこでも行けるようなロボットっていうのを開発していきたいと思っています。